感染すると手足や口に赤い発疹ができ熱が出ることもある手足口病。今月14日までの1週間の患者数は全国でおよそ4万人と過去10年で最も多くなっています。道内でも流行は拡大していて、札幌市や道央圏、帯広などで1医療機関あたりの患者が5人以上の警報レベルを超えています。札幌市厚別区にあるこちらの小児科では手足口病の患者が急増したといいます。先週ぐらいから急に増えてきて、はい、小児科の休日相伴でもものすごく増えてきました。はい、週にだいたい20人ぐらいはコンスタントに来てるかなと思いますけれども。お子さんはかかったことあります？手足口病あります、あります。なんか手にポチポチっと出て、やっぱお熱が出てということなんですけども、保育園でもちょうど出てて、それであの熱出たからちょっと見てきてほしいということで診察来たんですけど。夏風邪の一種と言われる手足口病、残念ながら特効薬はありません。気をつけなきゃいけないとは思うんですけど、周りであんまり流行っちゃったら防げなかったりもするのかなと思います。便からは1ヶ月ぐらい出てるって言われてますので、保育園なんかではやっぱりおむつを替える機会が多いと思うので、きちんと手洗いをした方がいいと思います。発疹が出てる時だけ予防をしても全く意味がない感染症なので、1ヶ月ぐらいはね、こう流行期にはきちんと手洗いをするということが大事になってくると思います。はい、さらに手足口病とよく似た症状で今北海道を含め全国的に流行しているのがヘルパンギーナ。喉や口の中に水ぶくれのような発疹ができる症状です。手足口病よりも少し、お熱が高いことが多いですし、対症療法しかないんでね、痛みが強かったら痛みによる治療、はい、口当たりのいいものを食べながら見ていただく形になると思います。この後も増えますね。高温多湿を好むウイルスなので、多分8月ぐらいまではずっと流行っていくんじゃないかなと思います。はい。